これ八大人学なり、いちいちおのおの八をぐす、すなわち六十四あるべし、広くするときは無量なるべし、略すれば六十四なり、大師釈尊最後の説、大乗の狂下するところ、2月15日、夜半の極小、これより後さらに説法し、ましまさず、ついに初涅槃しまします。仏の玉枠、何らちびく、常にまさに一心に努めて出動を求むべし、一切世間道不動の法は皆これ肺へ不安の層なり、何立ちしばらく闇ね、また物言うことなかれ、時まさに過ぎなんと欲す、我滅度せんと欲す、これ我が最後の狂気するところなり、このゆえに如来の弟子は必ずこれを修学し立てまつる、これを始終せず知らざらんは仏弟子にあらず、これ如来の消防現像涅槃明心なり、しかあるに今知らざる者は多く、検問せることある者は少なきは、魔尿によりて知らざるなり、また祝辞前言の少なき聞かず見ず、昔消防増防の間は仏弟子皆これを知れり、主従し三学式、今は千匹の中に一両子の八大人学知れるものなし、哀れむべし料理の領意たとうるにものなし、如来の消防今大戦にルフして白鵬今だ、滅せざらん時急ぎ修学すべきなり、寛体なることなかれ、仏法に相立てまつること無量号にもかたし、妊娠を売ることもまたかたし、たとえ妊娠を浮くといえども、三週の妊娠よし、その中に何週の妊娠優れたり、見物文房出家得道するゆえなり、如来の初涅槃より先に先立ちて死せる友柄は、この八大人学を聞かず習わず、今それら検問し立て祭り、修学し立て祭る、祝辞前言の力なり、今修学して症状に増長し、必ず無常菩提に至り、修行のためにこれを解かんこと、釈迦牟尼仏に等しくして異なることなからん、消防現像八大人学、建長五年正月6日永平寺に処す。それから如今建長7年いつ改正の前日、義援書記をして書写し終わり、同じくこれを一行せしむ、右の本は戦死最後五病中の五層なり、仰ぎおもんみるに前にせんせられし、かなじ消防現像と皆書き改められ、並びに心臓つぶさにとろ100巻、これをせんすべしとうんぬん、すでに思想のこの御巻第12にあたれり、この後御病全然におもりましたまえり、よってご草案等のこともすなわち闇ぬ、ゆえにこのご草等戦死最後の強直なり、我ら不幸にして100巻のご草を拝見し立てまつらず、最も恨むるところなり、もし戦死を連母し立てまつらん人は、必ずこの巻を処してこれを誤字すべし、これ釈尊最後の強直にして、かつ戦死最後の唯強なり、以上これを死す。まあ今日はその最後の話で、以上のまとめをすると同時に、どこがその私がそのこれこそ仏教の
根本、仏教の精髄ってね言いたいのかっていう話を、まあ、させてもらおうと思ってるんです。ここにもねあるように、一番初めに、これ八大人格なり、いちいちおのおの八をぐすと、こういうんでね、今8つの項目に分けて話書いてあるけれど、これみんな一つのことを言ってんだということね。結局この八大人格、今までに8回喋ってるけれど、みんな同じことを繰り返して喋ってるわけ。同じことを繰り返してるっていう、どこがそれじゃね同じことなのかっていうことね、これは問題です。その八大人格を全て通じている一っていうのは、一つのものですね。それは何かっていうと、今一つには性欲、二つには知足、三つには行弱情という、それの下に斧の注釈が出てる。これがまあ道元禅師が入れられた注釈なわけですが、これをちょっと注釈もう一遍ざっと読んでみますよ。一つには性欲、他の未徳の五欲の法の中において広く追具せず、名付けて性欲となすと。それから二つには意徳の発注、樹種限りをもってす、これを知足となすと。要するに性欲と知足はですね、今自分の持ってる、まだ持ってないものはあんまり手出さない、で持ってるものに満足すると、こういうことだね。それから三つには行弱情、もろもろの戒定を離れて読書言語って、これ自分切りの自分になるというねいうことだ。それから四つには言精進、もろもろの前方において言種無限ゆえに精進と言おうと、精にして混じらず進んで退かず、そのもろもろの全貌において言種無限という、結局ね我々の自分というものはね、本当は生命なんだからね、この生命はいつも働きを持ってんだ、この働きのまんまに精進するっていうの、これが精進だ。それから不毛念、名付けて守少念という、法を守って失せず、名付けて少念となすと。要するに法を守るということ。それから6つには禅定を処すと、法を法に従して乱れず。7つには文思春の性を起こすを知恵となすと。8つには生して分別を離る、名付けて不可論という、実相を偶人すと、こうかあるんですが、結局これざっと見てもね、法っていう言葉がよく出てるでしょ。この法っていうのがね、私の言葉で言えば実物っていうことだ、生命の実物だ。で直接法っていう言葉が出ていない、これ行弱情っていうのね、第三の行弱情、これは戒定を離れて、要するに他との兼ね合いになることをやめて、そして読書言語っていうのは本当の自分の実物に変えるってことだからね。それから7つの知恵、これは文思首相を起こすお知恵となすと。これに対して私が話したのは、この本当の実物っていうのは自分じゃわからないんだ、それは目の実物っていうのは目見ること、私の目で見ることできないので、本当の私っていうものの生命の実物となると、私が私を知り得ないんだ。それでそのためには仏法っていう、仏法を聞くっていうね、そしてよく思って、そして本当の実物を処すって、これが文思首相、そしてそういう実物そのものをするのが戒定を離る、要するに処して分別を離る、名付けて不戒定、実相を偶人すると。実相っていうのがこのまた実物だ、まあそういう意味で私お話してきたのね。それでいかに今一番この八大人格で大切な中心になっているのは何かっていうと、この法っていう言葉なんです。この法っていう言葉を私は今生命の実物としてお話してきたわけですね。でまあ今日のお話としては、
その実物っていうのね、一体どういうものかっていうのね、これをもっとはっきりまとめてお話ししたいっていうのが今日の話です。ところでね、今度まあ私は非常にその点論理的な男だから、そういう問題を価値の問題として置き換えますよ。そうするとね、この価値っていうのは、価値っていうものの根本はね、俺が生きていればこそなんだ。生きていなきゃ価値にないんだ。事実死んじゃえば価値とは何かなんていうことも考えないんだからね。それどころかね、価値だけじゃなくて、あらゆる存在も生きていればこそあるってことね。私もこうやって生きていればこそこういう世界がある。生きていなかったらね、その存在そのものも認識もしないだろうし、また考えることもない。つまり生きていればこそ全てがある。だからね、本当に、その点客観的実在っていうものね、客観的実在物っていうのものは、ないもんです。本当の実物っていうことはね、私が体験すればこそ、私が生きてて体験する、その私の体験そのものが実物なんだ。で、客観的実物、実在物っていうのはない。おのおのその見方の中にある。だからこのいつも言うけれど、この一つのコップっていうのね、私が一つのコップ、皆さんと同じコップを見てるっていう、普通は言うけれど、私は私の角度から、私の視力で、そしてはこういう光線の当たり加減で見てる。ほとあなた方はおのおのまたその角度で、その光線の当たり具合で、あなたの視力でこう見てる。全く同一とは言えない、実物じゃないもん。ただ一応これ一つのコップっていう抽象的実在はあります。客観的実在っていうね、西洋哲学なんかで言う客観的実在っていうのは、こういう抽象的実在を言うわけだ。いや、早い話がね、丸いっていう、円っていうけれど、この円って言ったってね、円そのものっていうのはないんだからね。円とは中心から等距離の点の軌跡っていうの、これはまあいわば円の定義ですよ。だけどそんなものを、ね、実際にありえない。実際にあるものっていうのはこう白木で、まあ、黒板に丸いの書いたとするね、これ幅持ってる、その線でも幅持ってるんだから、これ一つの面積であって円そのものじゃない。で、これ丸いものって言ったって、これみんなそうですね。要するにギリシャ人が円っていうものを考えた場合、そういう全く円のイデアっていうかね、の全く抽象的な、これこそ本物って考えてるのは抽象的なもんです。関連的なもんだ。それでそういう実物って言ったら、本当に私が体験するそこだけにあるんで、これは決して客観的にあるもんじゃない。だから本当の実物はいつも私が生命体験する、そこだけが実物なんです。だからね、この世の中っていうんでも、この世の中の実物、私は生まれてくるとき持って生まれてくるわけだ。そして死ぬときにはこれまた持って死んじゃう。私は私だけの世界を生きてるんだ。決してね、共通的世界に生きてんじゃないんだ。それを今普通にはみんな考えてんのは、一つのこう共通的に世界っていう舞台が、これに登場してくるのを生まれてきたんだとか思い、でこっから退場するのを死んだんだとこう思うんですね。そういう世界はいわば生存世界だ。生存する世界で、これは決して生命の実物の世界ではない。この頃私があれして生存と生命っていうことね、ことを分けるようになったけれど、これは大きな発見だったね。今の人々は生存と生命とちゃんぽんにしてる。だから、ま、普通の人が今生命生命って言ってるけど、この生命っていうの、例えば
生物的生命っていうのね、これ生物と無生物とってこう対象出されてるわけね。そして生物は生命があるけど無生物は生命がないとこ、あるいは生理的生命でいくと生きてるっていうのは生命がある、死ぬと生命がないとこういうわけです。でつまりこのそういう意味の生命は生存の生きながらえてる生存っていう意味だ。ところが本当の生命っていうのは生まれ生きそして死ぬっていう、この生まれて死ぬっていうのがね初めて生命です。生命っていうものは生まれて生きて死ぬっていうの、これが生命なんだね。死ぬっていうところまで含めなきゃ生命にならないんだね。だから生死そのものが生命。それ普通に考えているのは、これみんな3000年前にも5000年前にも人類は生存していたとね。それから3000年の地にも5000年の地にも人類は生存するであろう。そういう生まれも死にもしない生存世界を考えている。決してそれはだから私の生命じゃないですよ。私の生命は必ず生まれてきて、そして生きて、そして死んでいくというね。わずか70年80年でまた死んでいくというの、それが生命というものであって、何生まれも死にもしない生存とは意味が違う。だからそういう意味でね、我々は生存と生命とっていうのははっきり分けて考えるべきだ。そしてこの我々普通にですね、どうしてそんなね、生命って言いながら生存を考えちゃうかという、本当は私がこう生きている、そうすると私が生きてるこの世界がですね、この世界ぐるみが私の世界ですね。世界と自己と、自己と世界ともう一つなんだ本当は。それをね、人間ってやつはね、一つの頭持ってるからね、頭っていうの、頭持ってて、この頭が言葉を持ってる、言葉があると言葉でいわゆる通じ合う、ね、そしてこのところにこう一つの通じ合う世界ができちゃう。そして沢木老師が言ったけど、人間は本来兵一発でも人と貸し借りできないんだって。本当に兵一発でも貸し借りできない、それを言葉だけじゃいくらでも貸し借りできる。そしてその言葉の延長線で今度社会的社会っていうねものを作ってきて、この社会で金っていうその約束ごとの交換物あれする、これで貸し借りするでしょ。今さらに進んで一つここのところにね、もうこういう世界を作っちゃうんですね、生存世界。これに登場してくることが生まれることだ、でこれから降りることが、退場するのが死ぬとこう思って、で結局この生存世界だけになっちゃう。であとこっちの方はもういいか切り捨てって言うんでね、もう切り捨てちゃうんですね。そうするとこの中での価値っていうのね、そうするとこれは世間相場的な価値です。つまり生命の実物からですね抽象して、それで一つの生存世界を考える、その生存世界の中へかえって自分が飛び込んじゃうんだから、これが面白いね。で結局ね、今の我々いつでも自分のその価値っていうことも考えるのも、この生存世界の価値ばっかり考えて、要するに世間相場的価値をね。だから何のために生きるのかっていうなってくると、最後の最後になって寝たきり老人になって、生存そのものからをいわば楽をした時、何のために生きるのか分かんなくなっちゃうんじゃない。そうじゃない、本当の生命の実物からいけばですね、生命の価値は自分が生きているっていうね、この世界ぐるみの自分の生命、この私は私の世界を持って生まれてくる、で私の世界を持って死んでくる、この世界ぐるみの
自分の生命が絶対価値だ。それで私の自己の命はって言ったらね、全ての全てです。この私が生きていればこそあらゆるものがあるんだから、私が死んじゃえば何もなくなっちゃうんだからね。で、幸福とは何ですかっていうと、金と健康っていう、まあせいぜいそのぐらいが定義だ。ところが金と健康ぐらいのことだとね、死ぬ間に、死ぬっていう時には金も置いて死んでいかなきゃ。それで死ぬ時はやっぱりどうしても健康じゃないね。そうすると金や健康が幸福っていう定義だとするとだね、死ぬ時は不幸のどん底ってことだ。そういうことになる。最後にこんな落とし穴があるとは知らなかったって、死ぬ前にその思う一瞬、これ人々にとってね、長い人もある、何年って言って中風で寝込む人もいるだろう。その時にこんな落とし穴があったとは知らなかったってこう思う人があるかもしれないし、あるいはね、途端に死ぬ人もあるかもしれない。それこそこれがね、時間の長い短いはちょっとわからない。だけれど本当ね、人間の時間というのは妙なんですね。その時計的時間からいや、わずかな間に、これが自分の体験としては大きな長い時間であることがある。その点夢見ててもそうでしょ。夢見ててもこうくだくだったといろいろのね、一生の夢見ながら最後にパッとしたら、何、本当にご飯がふける間だけだったって、仙人の話もあるね。ああいうもんなんだ。だからみんな本当はね、因果歴年といい、因果応報といい、きっとそうだと思うね。そのみんな死ぬ時の一瞬に自分の一生の総決算して死んでいくんだ。要するに自分のこうのぼせ上がってこうね言ってたやつは、これどうせ落っこちる、大衝撃は大きいんだ。登ってら登ってるほどこれは高さに比例するからね。一生ね、苦労して貧乏して人に虐げられてっていう人ね、これはああよかったってね、死ぬ死ぬんじゃない。これね、プラスマイナスゼロだと思うよ。その点ね、みんな夢みたいなもんだっていうのはそうだ。それをこううんと登って、そして金は100億長者をも極めっていう人がこう落っこちる場合ね、それだけ100億も捨てていかなきゃない。これやっぱりその一瞬ね、生命の最後の落とし穴はこれだったのかってね、思う一瞬があるんだと思う。その点ね、プラスマイナスは絶対にゼロだ。大切なことはね、生存だけのことを考えてちゃダメです。この死っていう、どうせ我々の生命っていうのは生まれて生きて死ぬっていう、ね、死ぬっていうことも計算に入れた私の人生を考えなきゃ。で、この生まれて生きて死ぬっていう私の人生、私の生命がこれ最高価値であり絶対価値だっていうことだ。これを大事にすべきだって、こういうことね、うん。それでね、私毎年正月の年賀状にね、まあ金が新年ぐらいだけじゃちょっと物足りないもんだから、毎年その少々言葉を書いちゃう、年賀状作ってるんですがね、私はね、来年こういう言葉を書こう。みんなに言っちゃダメだよ。こういうんだよね、生じする自己の命は全てのすべて、価値とすべきはこの命、頭手放し様々に現る命をただ生きる。これはちょっとね、何ともないような言葉だけど、これは素晴らしい言葉だ。考えれば考えるほど素晴らしいことだと思うね。この生じするっていうのね、今言うように生老病死、頭の分別以上のところで我々生まれて生きて死ぬんです。そしてこれはこの自己の命がですね、全ての全てだ。これを万法とも言う。それで価値とすべきはこの命っていうのね、この万法でありね、この自己の命っていうのは、これは一心でもある。仏教の用語で言えばですよ、用語で言えば一心万法だ。で、価値とすべきはこの命って、これが最高価値、絶対価値って、こういう意味から言ってね、これが仏法だ。価値的に言うとこれを仏法という。
価値とすべきはこの命。それで頭手放しね、これも頭ってやつはね、生存を抽象するからダメだ。生命は頭、これ妙なもんで、頭が生命持ってんじゃなくて生命が頭持ってんだけどね。しかしその頭で何か掴むと頭の中へ今度飛び込んじゃうんだ。そうじゃない、頭を手放しにするっていうことは、それで頭がなくなるわけじゃないね。生命として頭が働くんだ。で頭手放し様々にって、これね、全ての全てはいろいろな風景として現れる。これを処方って、で処方に現れる命をただ生きるっていうのね、これまし道元禅師の言うただっていうのしかない。結局ね、さっき言った法っていうのはこの八大人格の中で中心の言葉になって出てきている法っていうのは、こういうような意味の生命の実物です。私が生きてる、これは生きてるだけじゃないし、私が死ぬことでもある、生死する、その自分の命っていうのは、これ全ての全てだ、万法だ。正法眼蔵のね、別本仏向上の巻にね、別本っていうのがありますがね、正法眼蔵別本の中に、仏法というはいわゆる万法なり百相なり諸法なり三害なり、そしてその後にね、仏としてこれを偶人せざるはなきゆえに、これとして仏に偶人せられるはなし、しかあればすなわち生を弔うに諸法にあらぬはなし、死を尋ねるに今だ万法を離れずとあるね。つまり我々のね、生きてるっていうの生命体験として生きてるっていう、この生命の実物はあらゆる万法でもある、全ての全てでもあると同時に、また様々に現れるんだからね。これは諸法でもある、これだ、あの万法なり百相なりってね、百相っていろんな草ってこういうことね、で諸法なり三害なり、結局大切なのは我々ね、どれもこれもね、私が今生きているっていうね、いろんな風景に出会うんだ。この風景に出会ったら、それがまっすぐ私の生命の一番大切なんだからね。今言うように生じする自己の命が全ての全てなんだ。これも一番、これ以外に最高価値ってのはないんだ。これがいろいろに出てくる、その様々に現れる命をね、本当にただ生きる価値はこれなんだからね。もっとこう具体的に言えば、さっきの寝たきり老人になったら、その時になってね、何のために生きるのか、その誰のために生きるのかっていうのは、こういうのをぐずりっていうのはね、ぐずってんだ。その本当はね、そんなことはもっと前によく研究しとかなきゃだ。その寝たきり老人になってから何のために生きるのかって言ってたのは、そういうその段になってからは遅すぎるさ。いや、このぐずるってやつね、これを、これだから小人っていうね、小人小人だ、あのお風呂にあるじゃない、大人と小人ってね、その小人だ、このぐずってんだ。でそういうぐずり方のいろいろっていうのね、これぐずり方もいろいろありますよね。寝たきり老人になってから一体何のために生きるんだろう、誰のために生きるんだろうっていう、これもぐずりの一種。この性欲知足っていうのは、これの反対や、みんなぐずってる。性欲の反対はって多欲だね。多欲って言って、あれも欲しいこれも欲しいってね、まだもっと金が欲しいもっと金が欲しいって言ってるの、これぐずりの一つの形だ。それから知足っていうのは、これも反対言えば不知足ですね。まだ足りないまだ足りないって、これももちろんぐずってる。そして量弱情って、これ大切なのは戒尿を離れるということでしょ。それをいつでもね、兼ね合い、人との兼ね合いでね、人に何て言うかね、自己顕示性っていうやついるね、なんとかその目立つように、俺がいつでも中心になってないと気が済まないとかね、それでもっとこう派手にもっと人から認められたいってやる、これもぐずりの一種だ。それから怒ったり妬んだり逃走したりって、そういう相手がいつでも欲しいっていうの、これもぐずりだね。
そういう人いるでしょ。いつでも誰か相手に、この闘争相手を置いとかないと気が済まないっていうね、いう人、たくさんいるはずだ。それから妬む人を置いとかなきゃいけないっていうのもいる。から腹立つ相手をいつでも目の前に誰か作っとかなきゃっていう、いるんですよ、そんなのはね。それからまた怠惰っていうのね、この精進の次、精進の反対は怠惰。本当は我々ね、どうせね、これ生きてる限りは働くんだ。あれ働かないで、とにかくじっとしてろって言って、じっといていたらこれ苦しいんだ。かえってね、いや座禅してじっとしてろって苦しいじゃないか。これは体そのものの本能としてこう騒ぎたいところだ。それをじっとしてるんだからね。ところがもう頭の方はもっとあれだ、じっとしてろって言って、ところがいつもじっとしてられないでいる。これ本当は頭もどうせね、働き持ってるのが当たり前だ。この働くように働く、だから体も働くように働く、これが精進ですね。それを反対に怠けたいって言って、怠けるのがいいと思ってる。それはやっぱり愚痴の一種だ。それから不毛念というのは大体人生の生きる狙いということだからね。その狙いがないっていう、狙いなしで生きてるっていうのは、これはやっぱり愚痴の一種。禅定っていうの、禅定は落ち着いてるっていうことだけど、落ち着きのない一生を送るっていうのは、これも愚痴。から知恵っていうのね、この知恵がないっていうのはまた愚痴ですね。仏法に出会いながら仏法を学ぼうとしないっていう。それから不戯論に対する反対は戯論だ。これは仏法を知っていても行じないっていう、これもいわゆるガキどもの愚痴だ。要するに愚痴るってことはガキだ、子供ね。それに対して八大人格で、そのこれこそ大切っていうのは本当に大人であるってことだからね。人間は本当の意味で大人になるってことが一番大切なの。これがだから仏法として一番、仏教の一番根本的に大切なことっていうのは本当の意味で大人になるってこと。疑似大人じゃないですよ。疑似大人はダメだ。偽物はね、みんな生理的には大人って。それでちゃんと生理的大人になって子供まで作ってんだもんね。それでいながら何、全くガキの精神でぐずってるって、これが一番くだらない。その点ね、もっと具体的に言えば、今まああれは私もこれね、もうどうせいつ寝たきり老人になってもしょうがないと、もう覚悟してるんですね。でどうせ寝たきり老人になるだろうけど、ただ寝たきりになったらどうするか。結局寝たきりになったら、この寝たきりがね、私の全ての全てなんだ。こう欠如しなきゃならないね。この寝たきり以外にもう一度なんとか、起きて一旗あげてその稼ぎたいなんて、そんなね余計なこと考える必要ない。寝たきりになったらこれが全ての全てなんだから、のその時にね、食わせてくれる人がいたらありがたいと思って食ってりゃいいし、食わせてくれる人が亡くなったらこれはまあしょうがない、飢え死にどうせするんだ。だから寝たきりになったのに、これね、これじゃあね、世の中の敗残者で情けないって言って、それだけが余計だ。これそれだけぐずってね、周りの人にもそのぐずったことで余計に迷惑かけるもの。でこれまあどうせね、誰でも最後には寝たきり老人になるんだって、こう欠如して、そしてただね、その老人になった時だけで、それでいいんじゃないんですよ。大切なのはそういう、ただ生きていることだけ、生存だけの幸福求めてんじゃなくって、どうせみんな生まれて生きて死ぬんだって、死ぬのもひっくるめた生命ですね。こういう死ぬのもひっくるめた生命という地盤で、いつでも頭手放し様々に現る命をただ生きるって、今ここのあれを
本気になって生きると、この態度だ。この態度がね、その若い時からそうやりたいとこだね。そういうふうな狙いを持つ、その方向に向かうのを大人っていうのね。そういうのをこの八の不可論のところにあるでしょ。生して分別を離れて、これは頭手放した。そして生っていうのはね、証拠とか証明とか実証とかっていう証ですね。これ事実やるってこと、実物やるってことね。頭手放しで事実やるっていうこと、それを不可論というと。でまた実相を偶然すると、これは実相っていうのは今言う法っていうのと同じです。諸法実相っていう言葉もあるけれど、それをその実物通り実物をするっていうこと、これが八大人格を通じているこの一番大切な点はここだっていうことです。ところがこれでね、この生命の実物通りで生きるっていうね、いうこと、これが言葉じゃそりゃいいけれど、なことで合格しそうもないっていうのは、まず我々誰でも思うんじゃない。内山さんの話は話としてはうまいけど、その私にできるもんかって、そりゃそうだ、私もそう思う私だってできるとは思わない。ところがありがたいのはね、これ合格しなくてもいいんだ。要するに今実物通り随順するっていうのね、この随順って従う、これが真実として我々そっちの方へ狙い持つわけだね。ところが実物通りうまくいかないと、この不随順、これは不真実ということですね。こう真実と不真実とあると、いかにも合格合格がここにありそうなんだけど、ところがそうでないところがありがたいね。というのはね、実物から宙に浮いてっていう、私今話してるけど、我々実物から宙に浮いていろんなことをくよ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 ね、こう妄想しているわけです。それで死ぬ時にはこれ落っこちんだから確かに痛いね。しかしね、これいくら実物から宙に浮いててもね、これも生命なんだ。決してね、実物から宙に浮いたからお前は生命から放り出すってね、放り出されないんだから、これがありがたい。とにかく、まあ我々いろんな思いでのぼせ上がってる。のぼせ上がってるのは確かにのぼせ上がってる。しかしそれぐるみ生命だ。これ生命の一つの風景だ。随順しなくても、不真実であっても、生命からはみ出ることはない。ただ、実物に従わないでいろいろのぼせ上がっただけは、最後にはこれ落ちる。これは痛い思いするのはね、こののぼせ上がった思いが痛い思いする。だからね、痛い目にあって、その底でね、あ、これは自分の頭だけの話なんで、頭だけがね悩んでるんで、これ手放してるやって言ったらね、そしたらもうそこでパッとね、この苦しみはね、パッと心身脱落するって、これがまたありがたいんだ。これをね、今実際をの修行すること、修正一如ってのはそうね、これ実際今生命の実物にパッと帰れる。それを徳一方、通一方、愚一如、修一如っていうのが現状公案に出てるけどね、私がこういうね、あの仏教用語のこういうのは決してこんなの これを覚えなさいっていう意味で言ってんじゃないんですよ。私の話がその私だけの特権でないということを言うために、あの天候を引くんだからね。つまり本当は私が今とにかく実物に変えれば、その底でね、パッとまっさらな自分になれるということです。これが本当にありがたいのね。でつまりね、いやこれ生命の実物のあり方知らないとそれが立ち上がれない。合格不合格が問題じゃないんだ。その時その場でね、生命の実物に随順しないでのぼせ上がってても、その時手放しすりゃね、それでパッとこうね、実物に変えれるんだ。いつでもその底で
これを原大目者っていうね、別々下脱っていう、その時その場で救われる。これもまた道元禅師は修行一如っていう、ね、修行すればその場で消脱、事実今座禅するって頭手放しになる、それでもう悟りだそれを言うんですね。だからそういうのを信心脱落、それと同じようにね、あの年取ってから死ぬの怖いって言って、いう怖がる人いるね、こう怖いと思い始めたらもう怖くてたまらないっていう人いる。だけどこれ死ぬのもどうせ生死の一コマなんだから、これ死ぬ生きることだけが生命だと思ってるから間違うもん。何生きることと死ぬことと抱き合わせて我々生きてんだから生きるのと死ぬのと抱き合わせで生きてるってことはよく知っとかなきゃ。だからこれ死ぬのも一つの生命の一コマだ。これをね、だから大切なのはね、失敗や不幸を恐れるんじゃダメだ。失敗や不幸はね、いくらでもやったらいいんだ。失敗や不幸に慣れておくことね、熟し完熟しておくこと、そうすると、ああまたかっちゅ私なんかその点ね、失敗や不幸っていうのね、の割に完熟してんじゃない、ああまたかと思うだけど、つまり生命っていうのはね、そういう失敗や不幸に耐えるところが生命だ。それが失敗や不幸に耐えられないっていうのはもう生命を失ったんだ。で、失敗や不幸にね、出会わない、うまくやるってことが大切なんじゃなくて、我々狙うべきは失敗や不幸をやってもまた立ち上がるっていう人間の方が大切だ。死ぬ時には死ぬ時なりに、これも生命の一コマって、こうね、これ生命の一コマとして死んでいくっていう、それだけのね、座りで生きるっていうことがね、生命あることだと思うんですね。まあその点私おかげさんと、これいわゆるスランプっていうのに、私その不幸やそれから失敗っていうの、それこそいくらでもやってきてる男だけど、これまあ私の場合寝技師っていうね、もう初めから倒れてかかるわ倒れるのを恐れていない、初めから倒れといてそれから寝技をやるっていうかね、これスランプに陥らないでずっと来られたのはありがたいと、そういう意味で失敗がショックでもって、もう今までやってきたのがもう全然ダメっていう、そんなようなんじゃない、全くスランプっていうことは、まあ坊主になってから以後は一つもなし、あ坊主になってからまあしばらくの間本当の大スランプだったけどね安泰寺来てからぐらいはもうずっとスランプなしで来てますがね。私生命の実物っていう座禅の実際って本書いたけど、座禅をまあ図解するっていうことも新規塾だねまず ZZ の生命そして私が座禅をするっていうと、これ、うん、この ZZ の線になりきるっていうことをね、この普通は合格と思って、これが悟りだぐらい思って、ところがそんなもんじゃないってこと。座禅、我々座禅してるとね、ふーっとね、このなんか思うんです。そうするとこれ座禅から外れたんだろうね、あ俺は座禅から気が抜けちゃったっていう、またこれこう変える、この変えることが必要なんですね。これをまあ経山禅師は覚足っていうかね、覚足っていう冷めてを覚えるっていうこと、触れる、冷めて触れるっていう、座禅っていう姿勢に戻る。なんかこう考えようとするとね、座禅の姿勢に気が抜けるからね、なんとなしにこう内観が好みになったりなんかするんです。それでこう帰る、そうするとまたずっとね、またいろんなことを思う。そしてこのところじゃもうなんかこのところに女の子の顔が出てきちゃってですね、そして
女の子とのあの何て言うかな、会話まで自分の心の中でやってるのが頭の中。それでもパッとかあの気がついて戻ると、座禅の実物は今これ座禅だからね、これ。そうするとこれでね、あのそのまんまそれで座禅な、これ、ね、立派な座禅なんです。パッとね帰りゃいいんです。あるいはこれふーっと眠くなる、このまんま寝ちゃうとね、寝ちゃうんだ座禅。こっちの方へ続きは考え事で座禅で、でそれ、冷める、この帰ることがね大切です。そうするとね、これ座禅の中でいろいろのね、これ風景です。それでこれが徳一方通一方だ、波大目者別々下脱っていう、別下脱っていうね、その時その場でもって、なの何人間そのぐるみがね悟ってんじゃないんだ、人間ぐるみが悟ろうっていうね、そういう考え方だからダメだ。そうじゃない、悟りは座禅なんです。座禅っていう、座禅そのものが悟りなんで、その座禅をただするっていうね、その時それだけだ。でどうせね、人間は人間が悟るって言ったってね、これ大半知れてますよ。人間が悟るぐらいはどうせね、人間ってやつは凡夫であるに決まってんだから、共に凡夫、これ凡夫なるのみってね、聖徳太子もいいこと言うわ。それで俺が偉くなっちゃダメだ、俺の偉くなる座禅はこれはね、これはまあこのあの私あれ宗教としての道元禅っていうのも書いたけど、それ俺が偉くなるってこともある、これはまあ達人禅。その達人になるためにはさって、そうしたらいい。しかしこの達人になって、これだ俺は修行をし抜いたぞっていう時にね、これだけ傲慢なんだ。それでその傲慢になっただけはこの大乗仏教から言いやね、この正乗の次回は大乗の破壊っていう言葉があるね。正乗仏教ではね、戒律を保つっていうの、これが大切なの。それで俺は戒律保ったぞよって言うんだよ、これまあ合格したんだね。それだけが傲慢になったから破壊してる、大乗仏教から言いや破壊なんだ。そうじゃない、大乗仏教はね、そうじゃない、これが ZZ の線、これが、まあ、座禅そのままだとすると、これからいつも我々外れがちなんだ。この外れがちにね、申し訳ないって言ってこう帰るんだね。 これは三下の頃でもって帰るわけ。傲慢と三下じゃそこが違う。で我々どこまでも三下の心で、この申し訳ないって言うんで生命の実物に変えろっていうね、それだけです。これを不毛念とも言う。だから道元禅師の座禅には合格不合格はない。で沢木老師はよく言われたね、これも晩年なんだけど、晩年特に、まあ、沢木老師はその点非常に宗教的なあれで言われたんでありがたかったけれど、つまりね、悟りを開くような座禅と、悟り開いて俺が偉くなるような座禅はね、悪魔が通り消えたようなもんだっつってよく言われた。もうそりゃそうだ、俺悟ったぞよって言ってね、これは凡夫が偉くなっちゃうんだからね、どうせこれじゃあ悪魔が通り消えたよ。そうじゃない、我々はどこまでも凡夫だ、これをね忘れちゃいけないね。そしてその凡夫が今座禅をするって、これにこの三下の心を持っていつも座禅をに立ち返るんだ。でこれ要するにいつも外れがちなところ、それを外れたところから冷めて帰るっていう、それがいわゆる宗教としての座禅です。で外れ、その場合外れたところも生命の風景、戻ったところも、冷めて帰るところも生命の風景、それで
だからね、合格不合格はないけれど、どこまでもね、なんか深さがあるね。これもね、沢木老師は湧水っちゅう、湧水っちゅうなんか非常に深い、どこまで行ってもきりはない。しかし今ここで やっていく、それを今言う、現状公案の巻、あの徳一方、津一方、愚一行、主一行っていうのね。でまあその今の話はあれですが、それから以後ちょっと本文読んでいきますと、これ八大人格なり、いちいちおのおの八を愚す、すなわち六十四あるべし、広くするときは無量なるべし。だからこれね、無限の深さがあるね。楽すれば六十四なり、大師釈尊最後の説、大乗のために教化するところなり、2月15日夜半の極小。これお釈迦さんがね、この八大人格の教えを説かれて、そしてこれより後さらに説法をしましまさず、ついに初涅槃しましますと。で仏の玉悪難立ち引く、これは有意教行の一節です。最後の一節ですね。仏の玉悪難立ち引く、常にまさに一心に努めて出道を求むべし、どこまでも生命の実物に変えるというねことです。で一切世間道不動の方は皆これ肺へ不安の相ない。これ生存地盤でね、生きると死ぬとってね、俺と俺、あの俺じゃないのとって、俺のもの俺じゃないものって言ってね、分けると、これ二元的地盤であれすると、これはもう道不動の方で肺へ不安の相です。何立ちしばらく闇ね、これいわゆるそういう生存地盤での戯論はやめろっていうことね。で黙って死ぬということ、またもの言うことを売ることなかれ、まさに時まさに杉なんと干す、我滅度せんと干すと、これ実物と死んで、実物として死んでいくぞっていうこと。このゆえに如来の弟子は必ずこれを修学したてまつ、これを主従せずして、せずして、あせず知らざらんは仏弟子にあらず、これ如来の正望現像、涅槃明心ない。この涅槃という時にも話したけど、涅槃というのは正をも滅をも滅しを得っていうのがね、そのただ死ぬ、生きるのが滅するんじゃない、滅をも滅する、生をも滅をも滅し終わったということを涅槃妙心。しかあるに今知らざる者は多く、検問せることある者は少なきは、魔尿によりて知らざるなりと。この魔尿っていうのはつまり生命を忘れて生存地盤でだけ生きてるから、これは魔尿。道路病死っていう、それぐるみが生命っていうものだっていうのをね、発見したのはお釈迦さんなんでね、これ仏法の尊貴になることっていうのは本当にね、よく考えるとこれはお釈迦さんに教えられなきゃわからないと。本当はね、死ぬ前のひととき、本当に自分がこれからもうあとやることは死ぬだけなんだ、よく見つめる時間が必要だと思うね。でその点はビルマや正論やね、タイヤって南方仏教の人たちが年取ってから出家して自分の死ぬってことをじっくり 見つめるっていう、あれはいい習慣だと思う。であれが本当だと思うね。この最後の最後までその色気たっぷりみたいな顔されるの、これちょっとね困るじゃない。争点はお釈迦さんだけが人生っていうのは生老病死があるっていうの、早くね教えてくださったのありがたいの。これよくし、その生老病死の地盤から若い人も出会うところ我が生命でね、頭手放し様々に現る命をただ生きると、そこで生きてほしいと思うね。
で、これが出会うところ我が生命ということが、後には大乗、大慈悲心のあれにも変わっていくわけですからね。これはまあこの八大人格から六波羅蜜に変わったっていう話をちょっとしたところです。そういう仏教の生き方、これは本当にね大切なことだと思うんですね。これが正法眼蔵八大人格、これのね後書きとして永常禅師が書いて、建長5年正月6日永平寺に処すと、これをね正法眼蔵八大人格の文章を移したわけです。で、今建長7年火の問う改正の日っていうのは決戦の終わった日ですね。それの前日に遺言書記をして書写し終わり、同じく一向世宗教を見直させたという。で、右の本、こっからです。右の本は生死最後五行中の五層内、この八大人格の巻は道元禅師が病気になられてから書かれたらしいんですね。で、仰ぎおもんみるに先にせんせられし正法眼蔵と皆書き改められ、それまでに75巻正法眼蔵が書かれてあったらしい。それでそれを書き改めてね、それを急増って、その他にね75できてんだからあと25書き加えてね、そして心臓つぶさにポロ100巻、100巻にしようって、道元禅師は言われてた。これを制すべしと云々と、すでに思想のこの御巻第12にあたる、この心臓のねあとまだ25巻書こうっていう文のうちの第12に当たってるんです。だから心臓の正法眼蔵の12に当たる。この後御病全然に重りましたも、ところがこの八大人格を書かれてからね、道元禅師もご病気が非常に重くなっていっちゃって、そしてよってこの五草庵のこともすなわち闇に、でとうとうもうこれから先書かれなかった。ゆえにこの五層と戦死最後の協直なり、結局この八大人格がもう道元禅師の最後の絶筆になった。我ら不幸にして100巻の五層を拝見したてまつらず、最も恨むところない。もし戦死を連母した立てまつらん人は必ずこの巻を処して、これを誤字すべし。これまあそういう意味でね、お釈迦さんの遺言でもあるし、道元禅師の遺言でもあるし、しかもこれはね仏法の総結論であり一番精髄でもあると私思うんですね。これ釈尊最後の教直にして、かつ戦士最後の唯一をない。以上、これを記すこと。